ミールドッキングモジュールのイラスト。くっついている二つの箱はミール用の太陽電池である。ドッキングの準備でアトランティスと結合する MDMMDM がスペースシャトルとドッキングしている様子ミールドッキングモジュールはミールに向けて打ち上げられた6番目のモジュールである。スペースシャトルアトランティスによる STS-74 ミッションで1995年11月12日に 打ち上げられ11月15日にミールとドッキングした。ミールドッキングモジュールはキャンセルされたミールに用として1992年に設計されていたものをベースとしている。この時の設計はブランがドッキングするためのドッキング区画とエアロックを兼ねた設計であり、その後 ISS の DC-1 ピアースとして実現した。 シャトルミール計画が開始されるとエンジニアたちはシャトルをミールにドッキングさせるにはクリスタルモジュールを移設しなければならないことに気がついた。STS-71 で行われたミールとシャトルの最初のドッキングではミールの太陽電池とシャトルの間に十分な間隔を空けるためクリスタルモジュールを移動させる作業が延々と続けられた。ミールの 各モジュールをミールコアモジュールの別のポートに移動させるためにクリスタルのライアップアームが装備されていたがもしこれが故障すれば移設できなくなることも懸念された。これらを考慮してミールドッキングモジュールはクリスタルを移設することなくスペースシャトルのために十分なスペースを確保するために開発された。 ミールドッキングモジュールは2つのアパス -89 ドッキングポートを両端に備えており、1つはクリスタルのアパスポートに結合し、もう1つはシャトルのドッキングのために使われた。また、ミールドッキングモジュールは独自の熱制御システム、テレビ送信装置、遠隔測定装置を備えていた。シャトルとのドッキング場所として使われる他に、 ミールドッキングモジュールは2つの太陽電池パネルの運搬機としても使われた。1つはミアコーポラティブソーラーアレイで、もう1つは全てロシアが開発した太陽電池アレイである。マクサはシャトルミール計画の第1フェーズで用いられ、アメリカ航空宇宙局とロシアが将来の国際宇宙ステーションのための設計試験を行うために共同で設計し、 1996年5月に空バント1モジュールに設置し展開された。このパネルは長さ18メートル、幅2.7メートルでロシア製のフレームにアメリカ製の42枚のパネルを設置したもので6.7キロワットの発生電力が得られた。ロシア製の太陽電池アレイの方はーバント1に設置されていたクリスタルから移設していた 古い太陽電池と交換する形で、1997年11月に空バとト1に設置された。このアレーは当初、プリローダに設置して打ち上げる予定だったが、設計変更でキャンセルされたものであった。ありがとうございます。